いや、別にありだと思います。ありですか。はい、ありです、ありです、ありです。グーグー。可愛いし、背高いし、かっこいいし、ありです。おお、そうですね、その人の国に行ってみたいですね。あ、いいですね。はい。It's Cat the Cat, and today we are going to go and ask Japanese if they would date a foreigner or not, and what problems they see with that. So let's go and ask Japanese. いや、別にありだと思います。ありですか。はい、ありです、ありです、ありです。なんかこの国の人と付き合ったら楽しいなとかありますか。この国の人、自分フランス料理やってるんで、フランス人。料理もやってるんですか。そうそう、あ、こっちこっちもこっちも。あ、じゃあ自分もフランス人。あ、そうですか。メルシーボークですね。おー、メルシーボーク。はい、メルシーボーク。こっちはもう今沖縄にずっと住んでるんですけど、自分は沖縄から東京に来て、まあ、東京で料理してるんですよ。あ、じゃあちょうどフランスの彼女ができたら何したいですか。フランスの家庭料理を作ってあげたい。おー、逆に。逆に。おー、惚れますよ。最高ですね。あります。お、例えば何国がいいですか。アメリカかイギリス。お、なんででしょう。なんとなく。お、なんかそう、こっちタイプみたいな人いますか。俳優でも、お、歌う人でも。高橋一生。お、日本人。ど日本人。じゃあなんか海外の人のこういうタイプだったら付き合ってみたいなみたいなありますか。ジュードロー。スペイン人とか。どういったところがかっこいいですか。顔が好きです。海外の人、日本人の人を選ぶんであればどっち選びますか。日本人がいい。どっちでもいいんですけど、海外の人と会う機会がないので日本人ですかね。修学旅行に海外行ったんですよ、ホームステイ で海外の方とめっちゃ触れ合う機会が多かったので。学校にもいたんですよ。あ、なので全然好きです。いいですね。じゃあ海外の人付き合っても OK って感じです。大丈夫です。なんかどういったところが好きですか。優しい、すごい優しいです。なんかこの国の人付き合ってみたいとかありますか。オーストラリアに行ったんですよ。でオーストラリアの方がめちゃすごく優しかったので、もう一回オーストラリアには行ってみたいなと思います。いいですね。例えば何の国の人付き合ってみたいとかありますか。パリに行ってみたいです。パリ行ってなんか可愛いパリの男の人と一緒に歩いたりとかしたいですね。海外の人の何が憧れですか。可愛い、とにかく綺麗な人とかスタイルいい人が多い。海外の男の人とか付き合いたいとか思ったことありますか。付き合ってくれますかって聞かれた時に付き合いますか。付き合いたいっていうか、かっこいいな、かっこいいなとは思います。どういったところが海外がかっこいいと思いますか。顔何顔がいいんですか。オースティン魔法みたいな人がいい。あ、いいですね。海外の彼氏、いや日本人のがいいです。なんでですか。いろいろ伝統的な文化が違うから付き合いづらいかなって思って。はい、もうちょっと自分の文化と合うような。そうですね。確かに。逆にアジア人それでありですか。あ、韓国。韓国まだ。まだ。どうでしょう、ありなし。ありです。あり。あのハーフとか可愛くないですか。ハーフの子供可愛いし、背高いし、かっこいいし、ありです。何の国に興味ありますか。この国の人付き合ってみたいなとかありますか。あ、でも韓国人は付き合いたくて、あと普通にアメリカとかイタリアとかそっちです。じゃあ逆にもしそういう人と付き合うことができたらどこに連れてきてあげたいですか。それか逆に連れてきてもらいたいところありますか。韓国のおすすめのスポットとかを連れて行ってもらったり、おいしいところとか連れてってもらいたい。2人とも韓国今言ってたので、韓国であればなんかこういう人タイプとかありますか。なんかこういうバンドの人とのタイプとかありますか。チャン・グンソク定番だよね。エクソのなんだろう、チャニョルって人がいるんですけど、めっちゃかっこいいです。顔がなんか子供っぽくて幼い顔なんですけど、声がめっちゃ低いんですよ。だからギャップがすごくて、はい、しかも背高くてめっちゃかっこいいです。いわゆるギャップ萌え。ギャップ萌え。ありです、ありです、ありです。あれよかった。この国の人は会ったら、ね、いいなみたいなありますか。ミャンマーですね。はい、ミャンマーですね。なんでミャンマーですか。まあミャンマーはその好きな芸能人がそのミャンマーと日本人のハーフっていうところもあって、
まあ、絶対美人が多いって感じですか、ね、その人は美人です。え、何の芸能人ですか。あのアイドルです、ね、はい、名前は斉藤飛鳥って言うんですよ。みんな検索してみてください。フランス人とか。あ、フランス人ですね。付き合ってみたいけどこれが問題かもしれないと思ってることありますか。言語はまあそんなにあれだと思うんですけど、やっぱり文化ですかね。日本人はやっぱ厳しいというか、ルールに縛られやすいので、外人は結構そういうところはまあ、グーグー。なんで国がいいですか。ロシア。ロシア。なんでですか。やっぱ可愛いし、でかいし、モデル体型。確かに。グー。何国がいいですか。ドイツ。ドイツ。ありがとうございます。ありがとうございます。アリです。何国がいいですか。ロシア。かっこいい。アリなし。アリで。何国がいいですか。フランス。フランス。なんとなく。なんとなく。なんとなく。文化の違いとかが、まあ、ちょっと合う合わないとかあったりしそうで、そこは難しいかなと思います。まあ、言葉もそうだし。それどうやって乗り換えると思いますか。いや、もう自分が優しくなれば。文化じゃないですか、やっぱ一緒やん。もう受け入れるしかない、お互い。じゃあなんか英語勉強しますか。英語します。お、食事面ですか、ね、オーストラリアに行って日本で食べないものが食卓に並ぶんですよ。カンガルーのソーセージが出た時はすごく驚きました。カンガルーソーセージ。日本人食べないからびっくりしました。美味しかったですか。美味しかったです。言葉は苦労しましたね、向こうに行って。でもすごい優しく聞いてくれるので楽しかったです。言葉が難しそうです。英語喋れますか。喋れません。じゃあ相手は頑張って日本語喋るしかないですね。そうです。言葉かな、やっぱり通じないことがあるんで。あ、食べ物とか。韓国の料理食べれますか。多分苦手です、辛いのが。うん、やっぱり言語だから日本に留学してる人を捕まえたいね。ああ、はい。喋れないから。あ、そっか、もう日本語で OK の。甘いというよりかは結構自由じゃないですか、うん、そういうところでちょっとあれが、なんか差ができるのかなと思います。時間であったり、決めた時間にできなかったりとかですかね。そういうところはなんか合わなかったりするところがあるのかなって思います。じゃあ逆にこれは楽しみ、こういう人と付き合うことができたらこれやってみたいなとか、楽しみとか何かありますか。一緒に旅するとか。そうですね、その人の国に行ってみたいですね。ミャンマーね。ミャンマー行ってみたいですね。ちょっと結構いい観光地があるみたいなんで行ってみたいですね。あ、でも日本でデートしたいですね。あ、いいですね。え、どこに連れてきてくれますか。京都ですね。最高じゃないですか。これでも全ての質問でした。ありがとうございます。Big question we get asked here a lot is, would Japanese people date foreigners? General answer is generally less. Big question we get here quite a lot asked on Japanese is. Big question we get asked here on Ask Japanese quite a lot is, would actually Japanese girls or guys date foreigners? Generally, as you can see, yes. But one thing I would advise you, if you're thinking of going into an international relationship, always, always respect each other's cultures, find out about each other's cultures. At the start, when you're in the dating period, everything seems to be the same. But once you're going to get serious, there are certain things you need to consider. For example, in Japan, family is very important, usually when you grow up older.You have to take care of the other person's family. There's also certain things like with the roles of man and woman, who earns what and who takes care of what. Just like chat with your partner, you know. Very important is communication to make it work. Communicate what is important in your country, in their country, and make sure that you go through all the hassles of cultural difference in order to make it work. One thing you really enjoy here on Ask Japanese is don't just comment, look at each other's comments and start a conversation. Talk with each other about these things. Looking forward to seeing your discussions on our comment feed, and I catch you soon on Ask Japanese. ごめんなさい。ごめんなさい。申し訳ございません。やっほー。